こんにちは。こんにちは。はい、それでは今日も動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは週末を前にしまして、はい、納品がドンとありました。ラッシュですね。はい、まあ今日ご紹介する商品以外にもいくつか入ってますので、はい、まあ、その辺も週末ぜひチェックしていただけたらなと思っております。まず今日はですね、おそらく今シーズン楽しみにしていたという方も非常に多いんじゃないかと思うんですけれども、シオタというブランドからですね、M65 のフィッシュテールが入ってきました。はい、で商品名がスビンコットンナイロンのオックス、はい、の M65 のフィッシュテールパーカーという、商品名になります。はい、まあ、単純に今言った通りなので、M65 じゃないや、スビンコットンナイロンのオックス、はい、オックスフォード、はい、の生地です、はい、の M65 のフィッシュテールになります。はい、M65 のフィッシュテールはどうですかね、あんまり言わなくても、まあもう、まあ、もういろんなところがやってますので、もう皆さんもご存知の通りのアイテムかなと思います。はい、で、まあ、シオタのいいところというのは基本的に元ネタ、まあ、そんなにこういじることはあんまりありませんので、はい、まあ、今回に関しては、まあ、唯一ない部分でいうとフード、まあ、フードないです。まあ、基本的に65でいうとフード、はい、あと、まあ、本体シェルとあとライニング、はい、まあ、この3点がこう、まあ、取り外しができたりするっていうのがおそらく、まあ、一番の推しポイントというか、まあ、まあ 特徴のポイントかなと、はい、タウンユースできるんであればそこがポイントかなと思うんですけれども、まあ普段着る分に特にね、日本の気温であれば、はい、まあ、よほど寒い地域に行かない限りはフードっていうのはそんなにいらないアイテムかなと思いますので、基本的にこの本体とあとシェルとライニング、はい、まあ、これが今回セットになってるっていう商品になります。はい、で、まあ、今日基本的にこの2色カーキとブラック、はいはい、この2つ、まあ、サイズが3サイズ4、5、6と3サイズありますので、うん、まあ、それのサイズ感の着比べっていう部分と、あと、まあ、この本体、あとライニング、うん、でこのライニングっていうのがかなり、今回ちょっとだけいじっているポイントかなと、まあ、ちょっと気が利いた仕様になってまして、はい、まあ、通常ミリタリーだと、まあ、ライナー打ち止めなんていうのかな、本体とライニングを止めるボタンっていうのがまあついてるんですけど、はい、まあ、基本的にそれ単体だけなので、うん、あの、まあ、上に羽織るぐらいの感覚になるのかなと思うんですけど、それ閉じられない、はい、それ単体だとなかなか着られない感じになるんですけど、はい、これに関してはライニングだけでも一応着用ができますので、はいはい、でポケットとかもついてないんですね、ライニングなので、うん、なんですけどシオタは、まあ、1枚で着る想定っていうのも考えて、ライニングにポケットがついてます。はいはい、まあ、なので今セットで2つくっついてますけど、表だけ中だけでも着られる、まあ、一応スリー、スリー、まあ、スリーウェイ的な、スリーウェイと歌っていいと思うんですけど、はい、まあ、3パターン着られますので、まあ、そういう意味で言うと秋口はじゃあ1つで着て、はい、冬場は両方で着てとか中だけ着てとか、まあ、そういう感じで、あの時期によってちょっとこういろんな着方ができたりとか、アイテム、まあ、他にね皆さんもあの着られる、例えばフーディーにじゃあナイロンの、ライニングだけつけるとか、なんかそういう着方もできるかなと思いますので、今日は一応そこのサイズ感の比べと、あと、まあ、単体で着た時の見え方、はい、まあ、その辺を動画にしてご紹介しようかなと思っております。